はい、仕組みです。実用モテ戦略ですね。デートの方法というようなことでお話ししていきます。はい、えー、今回はですね、連載の16回目ですね。デート場所候補、デート場所候補っていうようなことでお話ししていきますね。あのー、これ2回目のデートのデート場所候補ってことで、ちょっと一回目とは少し変わってきてますので、そそのあたりをですね、やっていきたいと思いますね。 はいで、これはですね、このデートプラン術うこ、このですね、電子書籍、これのことをですね、動画で解説していくというね、そういった連載になっていますね。その16回目です2回。場所は大事って書くのは、2回目以降のデートもやっぱりね、場所っていうのはすごく大事になってますね。はい、まあ、これを中心に、どういったところでデートすれば、その口説きにうまくいくような場所が選べるかっていうことなんですね。 であのこちらも、ね、ちょっと NG ということで、えー、お話していきますけども、はいえー、まずこうまずいところはこの遊園地、それから遠方遠いところですねそれから長いイベント時間が長いどれぐらいが長いのかと言われると難しいんですけど、まあ、3時間以上だと長いですかね、はい、こういうのところは何でここを敬遠するかというと、まあ、疲れるっていうことをやっぱりねこれを敬遠しないといけないっていことなんですよでこれ疲れるんですよねやっぱりこれどれも長い時間かかるじゃないですか。 だから疲れるってことなんですよ。うん、だから長いですね。あと遠い人混み。えー、全部このように入ってますよね。はい。っていうようなことでですね、あのこういうところはまあや,やめといた方がいいと。2回目以降のデートもですよ。そういうことになります。はい。あの前ですね。 あの遠いところ女性の方がねなんかちょっと遠いところ行きたいから一緒に行こうとかいうねそういうデートがあったりするわけなんですよ。まあ私というよりも私のその友達とかがそんなことなったことありましてねいやそれ結構いいじゃないかってねえなんか遠いところ一緒に行こうっていうことはもうねだいぶこうね女性の方もこう一緒に長くいたいのかなと思ってくれてんのかなっていうですねまあそれでこう喜んで期待しながら行ったりするんですよ。はいで って思って、そういう普通に話聞いたら、いや、特に、ただ長かっただけで、ね、電車乗る時間も長かったしとか言って、途中で間が持たなくなったとかね、そういうことなんで、まあ、結局、ね、そのまんまね、もう付き合うまで行っちゃうのかなと思ったら、全然行かずに、まあ、1回で終わっちゃったとかね、そんなこともありましたね。はい、だからあの、それはあの女性の性格なんですよ。あの一般的な女性、平均的な女性は、そんなね、2回目のところ、デートからですね、遠いところ行きたいとか言わないんですよね。 あなので、えー、そういう状況まは常識外れとは言ったらちょっと変なんですけどもあのち,ちょっとねあの、まあ、恋愛慣れしてないと言ったらいいかあの接しな慣れてないというか無邪気といえば無邪気なんですけどね、はい、そういうことです。はいまあ、あのでもうまくしたらそのままあの、ねえー、ホテルの方までこうね連れ込めるって言ったら言い方はあるんですけどもという展開も、ね、なくはないですそういう場合はですね はいまあ、ただそれは2回それ以降続くかどうかっていったらまた続きにくいっていうね要素があったりしますけどねはいであの、まあ、女性の方から行きたいっていったら、まあ、それはそれでまあ、ありかもしれませんけどもこの男性の方から口説くためにデートしていくっていう観点からいくとおすすめできないっていうねそういうところになりますはいで外略ですねどんなことを考えながらこの2回目のデート場所をこう考えていくかデートの計画を立てるか とまあここもねやっぱり食事がメインがいいってやっぱり口労級はやっぱり食事しながらがやっぱりねやりやすいっていうことになるんでえこれメインこれは同じです1回目とであの個室ですね個室1回目のデートはちょっとやめといた方がいいとあのもちろんあり,ありの場合もあるんだけども有力の場合もあるんだけども警戒心を呼んじゃってえまずいっていう場合が多いんですけどもやっぱり2回目ってことはね1回目よりかは警戒心はやっぱり ないじゃん減ってるじゃないですか女性の方のですねだからあの進み具合によって有効有力っていうのは進み具合っていうのは何かっていうと距離詰めるっていう話しましたよね前回でこれはまあ2回目以降距離詰めるのが目標なんですけどももちろんですね1回目のデートでも距離を詰めてる方がいいんで,で距離も詰まってるはずなんですよ1回もデートしたことないのと1回デートしたことになるんでやっぱり心理的距離っていうのはだいぶ違ってますよねまあその辺でですねこう女性のこう 反応が良かかったとかですね結構好感度を上げることに成功したぞっていうようなその,その感覚感じがあるんであればですねその女性の反応からそういうのは読み取らないといけないんですよあればですね、まあ、個室もいいのかなってねもっとぐっと縮めるのにこう場所的にはいいですからね、はい、そういうことですねであんまりそうじゃないと、うん、あんまりこうね女性の方がこう熱くちょ,ちょっと温度が上がってきたというかね こっちにこう好感度上がってきたっていう感じがなければちょっとね逆に警戒されちゃう機嫌の方が高くなるからあのそれはやめといた方がいいってことになります。はい、あのこういうことがねだんだんこう進んでくることになってくるんですよ。あのどのぐらいこう距離が近づいたかとかいうのをこうね自分でこう判断しながらっていうかね測定するって言ってもね客観的にはその測定器があるわけじゃないんで自分が女性の反応を見ながらですね えー、これは距離が近づいてきたなっていう感覚をこうね、えー、持たないといけないんですけどもまあそれはバカ勢によってそういう感覚もある程度出てくるっていう話にまた戻っちゃうんですけどねっていうようなことだからこれを進み具合を,をねよって有力になるっていう個室はですよはいだからいけ,るいけそうだったらこれをちょっとねやってみるって、はい、ことはいいかと思いますね。 はい、で,あのでまあでそうじゃないとまあ、まあ、でもここまでいくっていうこともね、えー、割合的には少ないですよはいあのもうイケメンとかで、まあ、モテる人なら別ですけどはい、まあ、そういう人はちょっとこ,ここの動画も見てる人は少ないかなと思うんでですねあんまりそういう人は戦略いらないんでそのまままあね普通に誘って普通にどんどん詰めていけばいいっていうところになっちゃうんでですねはい。 であの食事,以外あれ食事がメインって言ったんですけども、まあ、食事以外の要素もありなんですねえ。こんなところがありますよということでいきますと、バーですね。カラオケ。カラオケも個室っていうのは個室なんですけどね。だからちょっとあの女性に警戒される可能性はある。ネットカフェ。まあ、この辺もそうですよね。であのダーツこ。この辺だとちょっと健康的ですよね。はい、でボーリングというのは健康的な話ですね。ええ この2つはちょっと個室なんで、個室の食事じゃないんだけども、個室で誘うっていうのもありですね。はい、で、他にはですね、この展望台やけとか、これはおしゃれスポットですね。プラネタリウムとかね。プラネタリウムも、まあ、イベントっていうのはイベントになるのかな。ですけど、まあ、時間はそんなに長くないんですよね。えー、40分とか50分ぐらいですよね。であのイルミネーション、期間限定なんですけども、こういうのもいいでしょうと。だから、ちょっと1回目はね、どうかなっていうところはあるんですけども、 あの2回目以降ならいいでしょあの、近くでやってる場合ですよ。あんまり遠くにイルミネーション行っちゃうと、行き帰りがきつくなりますからね。はい。っていうような、まあ、こういうところもありなんですよ。食事をメインにしながらこういうのもありってことですよ。他にですね、あの、昼、ランチじゃなくて、ランチ以外には昼行くところはこんなところですよね。公園、パワースポット、水族館とか、ああ、こういうところもいいかなって、ちょっと仲良くなるのに、ね、ちょっと健全なデートっていう感じになりますよね。はい。 っていうそんなのがありますよっていうでもこういった候補がいろいろありますはい、えー、どうですかねはいあのここ健全っては健全なんですけどパワースポットとかってちょっとやっぱりねあのなんか一緒に神社とか行ったらなんかね。 あのち,ょちょっと恋人っぽいですよねあの。これ全部そうなんですけども、ちょっと本当に恋人のデートっぽいところだから、まあ、ありはありですけど、まあ、別に恋人じゃなくても行くところなんですね、ここに2人で行ったからって、もう特別な関係っていうようなことは、途中なんですけども、はい、昼、ね、まあ、昼はそのまんま、その流れであの、ね、ホテルまで行ったっていうには、なかなかなりにくい場所ではありますけど、はい、こっち結構おしゃれスポットになりますね。はい、だいたい夜がやっぱりいいです。 あの夜,夜,夜景のが夜なんですけど、まあ、プラネタリウムは行かなくても雰囲気が夜になるっていうことですねはい展望台はあの夜の方がやっぱりいいですねあのムードを出るから、はい、まあでも昼もありはありですけど展望台はちょっとやっぱり遠かったりしますからね、はいまあ、と近くもあるか、はい、そんな感じですね、はいえー、今回はですね えー、2回目のデートのデート場所っていうことで見ていきましたね。あのーまあ、NG はこういうね遊園地とかありますよと遠いところで、ね、長く疲れるところはやめておいた方がいいと食事がメインですけども食事以外の要素もありますとですねでおしゃれスポットもあるとで昼っていうのもありということで、あのー、1回目の初回デートに比べたらですね、えー、ま,まあまあ,あのいろいろ選ぶところがあるということなんであの食事一択ではない。 っていう部分もあるんで。で、あの、これ以降ですね、具体的に、あの、今、こう、例に挙げた場所について、一つ一つ見ていきたいと思います。はい。以上ですね、デート場所候補ということでですね、2回目のデートのデート場所候補ということで、お話ししました。仕組みでした。ありがとうございました。